後武鉄道の電車、後武鉄道の電車、本校では、後武鉄道、現在の東日本旅客鉄道中央本線の一部の、前身が1904年、明治37年8月の飯田町、中野間電化に際し、製造した電車群について記述する。これらの電車は、1906年、明治39年10月1日の、 後部鉄道国有化に伴って国有鉄道に引き継がれ日本の国有鉄道における最初の電車となった国電近距離電車の祖とも呼べる存在である1904年の電化に伴って国部鉄道が導入した電車は全長10メートル余りの二軸車であったしかしながらこれらの電車はネジ式連結機と総括制御機能を備えており郊外電車として 連結運転が可能で、単車で運行する、路面電車とは一線を画する車両であった。主電動機や制御装置等の伝送品は、アメリカのゼネラルエレクトリック社から、台車は同じく、ブリル車製の二軸台車21位、e、を輸入し、自社の飯田町工場で車体を申請した。この二軸台車の軸距は10フィート、約3メートルで車体の割に短く、ピッチング。 前後の揺れが激しかったという。電動機は、1904年製の車両には、ゼネラルエレクトリック車製の出力 45PS のものが、1906年以降増備分の車両には、ウェスチングハウス車製の出力50バリー機のものがそれぞれ使用され、どちらも一両に二個装備した。終電装置は2000式のトロリーポールで、両運転台車は、車体前後の屋根状に1台ずつ4本。 変運転台車は後部に1対2本のポールを装備した。車体は前後に開放式の出入り台を設けたオープンデッキ式で、出入り台の中央部に運転台が設けられていたが、出入り台には一般旅客と運転手の間の仕切りはなかった。また、前面の窓部分は前方に1段張り出しており、前面に3枚、1段張り出した部分の両側面に1枚ずつの 計5枚の窓が設けられていた。ヘッドライトは全面倉下に一等を設置した。側面は2個1組の加工窓が6体並び、その上部の幕板にはアーチ状の飾り窓が設けられていた。屋根は客室部のみをモニタールーフとしていた。この電車は1904年に2等3等号作り車3両を含む16両が製造され、 電化区間の延伸に伴って1906年度に12両を増備、さらに国有化後の1909年、明治42年度に新宿車庫で4両が製造され、計32両が出揃った。この他に、二軸客車改造の制御車が4両製作されている。1907年の国有化時には28両の電車が引き継がれたが、当面は、 後部鉄道時代の記号番号のまま使用され、1909年に鉄道員によって追贈された車両も、その続番が付与された。1910年、明治43年3月には、鉄道員による新しい車両形式称号規定の制定により、車内設備と運転台が片側か両側かで3、形式に分けられた。その後、前述の付随車が改造により製作されている。 1904年自社飯田町工場制で、元は二等三等車号作りの、片運転台形制御電動車である。国有化後の1909年、明治42年11月に、小平橋中野間の二等特定運賃廃止に、伴い、二等室を過重二トンの荷物室に変更し、側窓2枚を潰して、荷物用の引き戸が設けられた。1910年の形式称号規定制定に、 ともない2で950型とされ、3両が本形式となった。これらの後部鉄道時代の記号番号は、ロア2、4、5で、番号順に950から952とされている。1911年、明治44年度には、で963型から1両、980、が、1912年、明治45年度には、2両、956、 九百七十一が改造され、本形式に、編入、九百五十三から九百五十五されたが、九百五十四、九百五十五は、同時に連想を解除され、変運転台式の制御車となっている。九百五十形式図、1九百四年自社、飯田町工場製の二で九百五十型とタイになる方運転台系の三等制御電動車で、国有家事の記号番号は和に、4、 ここで、鉄道院の形式称号規定制定時には、で九百六十系、九百六十から九百六十2とされている。後部鉄道時代の番号は、二で九百五十型となった二等三等号作り車と同じであるが、後述ので九百六十三型となったもののうち、十四から十六が、欠番となっており、ロアまたは、歯のいずれかが、この番号を称していたとも推定されるが、 この改板を称する文献は未発見である。末期には960、962が型運転台式の制御電動車、961は電装解除されて制御車となっていた。960形式図。経営26両が製造された、後部鉄道の電車を代表する形式で、後部鉄道の4輪、2軸電車全体を、 で963系と呼称することもある。後部鉄道時代には、1904年には1、3、6から13の10両、1906年には17から27の11両は、飯田町工場では28が新宿車庫で製造され、国有化後の1909年には、は29から32の4両が新宿車庫で製造されている。外観は、で系。 で960型と、ほとんど変わることがない。1910年、鉄道員の車両形式称号規定の制定時には、番号順に、で963系、963から988に改められた。前述のように、1912年に3両が、半出に物車に改造され、2で950型に編入された。その後は、 後継のボギー車の増備に伴って、伝送品を流用され、1914年、対象3年度の時点では、973から979、981から987の14両が、両運転台式の制御電動車、残りの963から965、967から970、972、988の9両が、 型運転台式の制御車となっていた。963形色築。1911年度に、後部鉄道引き継ぎの四輪客車を、型運転台式の制御車に改造したもので、計4両が、新橋工場で改造製作された。種車は、で989が1896年、明治27年三田製作所制の派2304、経営。 2313、神23部鉄道は21、で990から992が1897年、明治30年、地下丘工場製の派2478系、2479、2480、2478、神部鉄道は23、24、22である。神部鉄道では、電動車の2両編成、 電動車の間に制御回路の引き同士を設けた、付随車を挟み込んだ3両編成でも運用されていたのが知られているが、これらの客車についての詳細はよく分かっていない。本節ので989型はこれらとは無関係である。後部鉄道の電動車のホイールベースは10フィートであったが、車体長の割にホイールベースが短いため、前後の同様、ピッチングや打工道、 用意ングが激しく、その改善のため、1909年に一部の車両についてホイールベースの延長が行われた。台車を分割してその間に鋼材を継ぎ足し、2フィート6イン延長したものである。この改造は、これらが私鉄に譲渡された後にも行われている。これらの四輪電車は、後継のボギー電車、ほで1系、後のほで6100系の造備に伴って、 余剰となり、1914年度から1915年、大正4年度にかけて、伝送品を申請者に譲り渡し、客車として当時没行しつつあった地方施設の開業用に乗とされた。譲と先の施設と、両数は次の通りである。信濃鉄道へは、1914年及び1915年に16両が譲とされた。これらは三等車。 は11両、2等環急車、ロブ1両、2等荷物、合わせ作り環急車、ロニブ4両として使用された。番号の新旧対象は次の通りである。これらは、1925年、対象14年の殿下に伴って廃車されたが、そのうちの2両、ロハフ1、ハ8は、筑く鉄道、後の松本電気鉄道、現在のアルピコ交通2乗とされた。 これらは、ハフ1、ハフ2として使用され、1932年、昭和7年にはそれぞれ荷物室を設ける改造を受け、ハニフ1、ハニフ2に改称した。このうち、ハニフ1は1949年、昭和24年に旧車、1955年、昭和30年に廃車となったが、その後も、同社の新尊車庫に保管された。一方のハニフ2は、 1938年、昭和13年に、松本電気鉄道で廃車されている。なお同社には、廃車後布引電気鉄道に譲渡されたという説があるが、真偽は、はっきりしていない。作鉄道へは、1915年に開業用として、元で963型が6両譲渡されている。作鉄道では2等3等号作り車、3等車として、使用された。 新旧番号対象は次の通りである。作鉄道は、1934年、昭和9年9月1日付で国有化され、鉄道省小海北線の一部となったが、この時点でハエ4、ハエ5、ハ8の3両が残存しており、再び国有鉄道席となった。これらは、国有化直後に旧車となり、同年中に廃車された。 それ以前の1926年、大正15年11月には、3両、廃イチ、派2、ニ、3が、シングル鉄道、現在の帰省本線の一部に譲渡され、同社のハ14、ハ15、ハ16となった。これらは、時期不詳であるが、ハ24、ハ25、ハ26と、改版され、1934年7月1日付で、国有化、 再び国有鉄道席となった。また、これらは、ホイールベースの延長改造が行われ、波14、波16は13フィー,ートに波15は13フィー,ート6インとされている。国有化後も新宮鉄道時代の記号番号のままで、あったが、波24と波25は1940年の廃車後、1942年、昭和17年省内交通に譲渡され、 両者の派12、派13となった。両者とも入選直後に国鉄土崎工場で交代化されたが、寸法や台車が全く異なり、名義上車席は繋がっているものの、全く別物に振り返られてしまっている。両社は1955年6月に廃車となっている。一方の派26は1943年昭和18年7月に、 鹿島三宮鉄道に乗とされ、同社の派20系21となった。同社は、ホ田線で、電車時代の限定を止めたまま使用され、1955年12月に廃車となった。三河鉄道へは、1914年に廃車された重量が1917年、大正6年に乗とされ、3等車、2等間9車として使用された。 新旧番号対象は次の通りである。三河鉄道の本系列も、電化によって電車に置き換えられることになり、1927年、昭和2年から1929年、昭和4年にかけて、全車が廃車された。そのうち1両分の車体が、刈谷工場で倉庫として利用されていたが、1953年、昭和28年頃に解体されたという。 南札鉄道へは、で989系4両が譲渡されており、三等車として使用された。新旧番号対象は次の通りである。このうち派25と派27は、派十3老派13として落成したものらしく、実在したかどうかは疑わしい。派31は1941年、昭和16年6月に、冒険の薩摩中央鉄道、 後の鹿児島交通一覧船2乗とされ、同社の派30となった後、1943年に南札鉄道に合併され、1953年6月に廃車となった。派53、派26、派28については、1939年、昭和14年4月に他社、無害者への改造認可がされていたが、派53は1946年頃に、 廃車、派26、派28については1944年、昭和19年3月認可で、武鉄道に譲渡されて、同社の派123、派124となり、日光線で使用されたという。本系列のうち、品野鉄道から、松本元気鉄道に移った、で968派2府1については、国鉄電車の素としての価値が認められ、 廃車後も、同社新村車庫に設けられた専用の庫内に保存された。その間、何度も国鉄による保存計画が取り沙汰されたものの、実現に至ることはなかった。しかし、2007年、平成19年10月14日に、埼玉市大宮区に開館した鉄道博物館で保存展示される庫が決定し、同社は同年3月に松本電気鉄道から、 東日本旅客鉄道へ寄贈され、ハニフ一のままで展示されている。デ968への復元は今後検討されることとなっていたが、復元を断念して2018年、平成20年4月26日より、車体にプロジェクションマッピングで、デ968時代の再現映像を投影している。デ968時代と比べると、つまめの窓が塞がれ運転台を撤去。 荷物質化のために窓を2枚分潰して扉を設け、その横にあったデッキ部分には新たに窓2枚分の壁を作ってある。他にも自動連結機か車輪が客車用の松葉スポーク車輪に交換されているなど変化が多く、当時の資料も少なく復元は容易ではない。デッキ側の出窓の下にある品の鉄道の車門をかたどった装飾も取り外す必要がある。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。